嵐のコンサートのクオリティがあるじゃないですか。それは今まで松潤がやってきたところの高いクオリティってところだと俺は思ってるんだけど。これカット、センターのセンター2つカーブ、そこに到達しなきゃならないという責任においてはちょっともうできねえなっていうのは結構本音のところかな。暗くなっちゃうかな。これずっとライブのこと考えてるよって。照明がなんだ、立ち位置がなんだ、全部そのねコンサートのことを全部把握してると。例えば衣装の生地を見に行く、生地はこの生地かとか、それからこの布がいいとか、糸まで見ねて曲順決めんの もう朝までずっと12時間椅子に座ったままこの曲この曲この曲しよう言うて座ったまま全部決めて、この FF じゃなくてもね、2、3まで D でもヒート決めて、いやラトルメンタやってブレスやってって朝までひたすらつなぐ、一発目のアタックの音で映像いっぺんに行ったんですよ。メインリーダーのところにあるものを今こう昔の人が集めたらもう おやすみ、さよなら。